長次郎の検証費。これは？東新橋のところから来てるんだ。懐かしい。降りれるけど行けないのか。これが東新橋ですな。でかいねこれね。ね、メガネ橋のとこだけメガネになって。走って行ってるね。ね。昔の公開どうか分かんな。キョンキョンのコンサートみたいな。キラン橋右が亀山砂丘があるところだ。桃どう、これなんだって。これ桃が花がきれいに咲くと思う。ザクロが。桃谷橋だよな。桃谷橋。3月に桃の花が咲くと。諏訪神社が。まあ昨日行ったんで。新大工町。次なんだっけ。あ、もうそこにあるんだ。これが新中川町限定。
赤坂とか、赤坂じゃないぞ、海藻ですか、あれは。終点渡るぞや。うちの親戚もこの辺なんだよな、確か。小学校ぐらい行ってるからよく覚えてないんだよな。ここが一ノ瀬口。この辺にホタルジャイアがあったんじゃなかったっけ？長崎街道のホタルジャイアなんだな。ホタルジャイア跡、ここか。こっちから、小倉から来てこっちへ。長崎のゴールはどこだろう。ああ、ここがちょうど長崎街道になるわけだな。だいぶ街道沿いに、あと長崎駅の方まで戻るか。記念館がやってたな。長崎街道、科学街道。これはこのまま長崎街道行くと諏訪神社にぶち当たるってことですかね。そうですよね。長崎街道のゴールはどこだ。リボルト通りと。諏訪神社のとこに出た。そこが諏訪神社だ。と諏訪神社だ。佐々木も工事中でしょ。まだここは昨日来ました。諏訪神社、来たことあるんだけど覚えてねえな。するんだっけ、龍の踊りは。あ、ここ。市役所。
渡りますか。昨日うどん食べたとこだ。よいしょ。町の限定とこって次が長崎駅前。やっと戻ってきたぞ。今ね、あんまり3時間経ってないんだ。まだ3時間経ってない。戻ってきましたよ。よいしょ。